はい、皆さん、週末でございます。こちらです。プレイこう、ちょうど真ん中と考える。で、変に開いちゃってる穴。じゃあ、お前潜っていけるだろ。つえな。はい、どうも皆さん、マギリーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。というわけでね、週末やってまいりました。今週はですね、この土曜日分も合わせて3本も、初世界、来させていただきました。ありがとうございます。アスレチック、そして、ジャズさんからのご依頼があった、こちらなんですが、楽しくやらせていただきました。文句言いながらもね、ブー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 言いながらも楽しくやらせていただきました。裏でね、多少やらせていただいたんですが、まあ、その辺をね、お話もしていくし、こちらのチャンネルは、年末年始も、のを除くす、ほぼ毎日、私が中野翔マグニー、以後お見知りおきよろしくお願いいたします。では、もう早速やっていきましょう。本日もやってまいります。シュート!こちらでございます。多少ね、ガラスを追加しまして、いつでもここで村人を追加できるような状況は、前回の動画で、整っておりまして、今までもともといた人たちはもうここに、格納されておりますと。これなんですがね、村人っていうのはですね、村人ゾンビ、そしてそこから復活させることによって、なんとコストが安くなるという、ハードにする意味がそこにあるねっていうぐらいすごくいいメリットがあるんですよ。で、そこでね、ここもハードです。なので、作っちゃおうかなと。ここにゾンビを連れてくるシステムです。はい。それを今日は考えております。こう、ちょうど真ん中と考えると、17だから、ここか。ここだな。ここ。あそこから、ゾンビがいきなり登場すると。で、ティーリーティーティンティーリーリーティンティーリーリーみたいな感じで、ゾンビに襲われると。ゾンビ飛び出させるぐらい簡単なんだけども。そのための、まあ、下準備をまず始めていこうかと。まあ、ここがボタンにして、で、ここから落とす。ゾンビをさ、こう、登場させるのはいいけど、登場させた後に、どうやって、またゾンビを下に落とすんだ、ということもあるから、要するにここから、こう、ゾンビを落とすと。2、3、4、5マス。5マス下。こっからですね。はい。掘っていきましょう。こっからも掘っていく。はい、貫通貫通。ここに、ゾンビが流れてきてもらう感じで。で、ここがスライムブロックだな。で、ここが、粘着ピストンで、こことこ、ここが全部、黒曜石か、もしくはかまどなんですけど、今回黒曜石持ってきたんで、そして、ここを、まあ、三つぐらい、村人じゃない、ゾンビが引っかからないようにですね、ハーフブロックとさせていただきます。あとはま、動力をね、いかに持っていくかなんだけども、でね、こことここがね、ここですね。こことここがこう、ちょっと一旦取るよ。ここが、こうなってて、こうなります。はい。これでいいのか。こういうことですね。私の方で、ボタン操作をやりたいので、ここからボタン操作をするとしたら、ここからスタートとなるので、ここが動力が来る場所でしょ。1、2、こいつの、これ。これに動力を与えないといけないんですよ。はいはいはい。これに動力を与えること。こうだよな。7、8、9、10、11、12、13、14、15。延長からの、で、ここからまた動力をここにね。こうやって繋げていく。だけど、これだけだとダメなんですよね。こいつらにも動力を与えないといけない。はい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 。動力を与えないといけないのは、ここのブロックですね。そいつに対して動力をこうやって与える。で、こいつに動力を与えるので、こういう感じかな?登りますよ。こうなりますね。ここは遅延2で大丈夫かな?で、これでもう動くんですよ。全部。ね。次が、これをですね、ここに、置くと、もう穴が閉じられてるんですね。おそらく。おそらくですけど。はい、戻る。はい、閉じる。大変分かりづらくて申し訳ないんですけど。よし。で、ここが最大遅延にしよう。はい。で、一旦、動力の流れはできたんじゃないかな。実はもうこれで完成したんじゃないかと思うんだけど。で、変に開いちゃってる穴がないかどうかを確認しつつ。てか、これが変に開いちゃってる穴か。なるほど。いきますよ。ほらほらほら、今開いたの閉じたでしょ?あ、開いたじゃん、開いたでしょ?閉じるんですよ。で、ここにゾンビがやってくるように。動線を作っといて。で、ここは扉だな。いいね。あ、で、ここはね、収録外で閉じさせてもらった。外から誰も入れないように、かつ、
ゾンビが逃げていかないように。であの下にあとは水をね流してやる。水流す。ちょっとでここにしようかな。でここにしてもう一杯水をここから流してやれば、はい、もう自然とね。オーマイガ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 ぶっ潰れ、オーマイグンネス、ぶっ潰れ。これで多分大丈夫なはず。実際ね、ゾンビを連れてきてね、うまくいくかどうかっていうところも、が、何より大事なので、これでね、一応、機構としてはね、完成しました。むっちゃ簡単ですよね。例えば、この子を、どうにかした場合は、こうやっていれば、ゾンビが勝手にここに来ると思うんだよね。うん。ゾンビでもこれあると通れないか。こうすれば、攻撃当たるんじゃない？じゃあ両サイドにも飛び火しちゃいそうだけど、そこはもう賭け。ってことで、今から私がすべきは、ゾンビを捕まえてきて、ゾンビに名前をつける。そして、この下に、ここに落とし込むこと。でございますね。じゃあ名札と、そうだな、金のリンゴと、村人を回復させられるようなセットがあれば、面白いけどね。はい。またかき氷の名札を取って、なんか動いてる、なんか動いてる、ゾンビこいでる、ゾンビこいでる。まず名前をつける。かき氷すーんってやって、こっちにおびき寄せ、落ちていただく。はい、落ちた。はい、流れていく。はい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 。一回行くよ、一回行くよ。ほっほっ。見た？見た？扉開けると、どうしても私の方に来ちゃうんですけど、そうなんですよ。優先順位がこっちなんで、あと扉開けて待ってれば、勝手に落ちてくれます。はい。はい、勝手に落ちてくれるんで、あともう閉じて OK です。あっほほや夜は大変ですね。光と師匠島。湧き潰ししときますわ。ゴーレム一人やられちゃったからな。もらっとくね。で、あとは本当に、こいつ、例えばここ一個剥がした時に、ゾンビがどんな挙動をするのか、で、その後の、ゾンビの感染の広がりはどうなるのか、っていうラインだな。あまりにも隣すぎるから、例えばこいつがゾンビになった場合、隣の村人さんを攻撃してしまわないかどうか問題があるでしょ。なんていうの、ヘイトをこっちに向ければ、こっちに。なんとかなると私は思っているんですよ。そうだな。じゃあ、ポーション作りに行くか。キノコ探しに来た。茶色いキノコがあればもう作れるんですけど。茶色、何これ。茶色いキノコなさそう。もうなんか根こそぎ。よーし。よいしょ。よいしょ。スタバー。スタバはね、醸造場所になってんだ。おーははは。さあ、それでは皆さん、本番のお時間です。大丈夫ですかね？あとなんか必要なもんありませんかね？大丈夫ですね。まあ寝てね、明るい時にやりたいと。で、ドイツをね、コスト1に変えていくのか、まあ修繕なんだろうなと思うんですよ。彼か。ここ取るでしょ？これで準備が整いました。行くぞ！ 3、2、1、ゴー！ さあ、ゾンビが現れました。彼はどうするか？攻撃しようと思うができない。だからこうしとけばどうなるかだな。第2弾、第2弾。それではいけ。いた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 。さあどうする、さあどうなる、さあどうなる。第3段階はね、ここを1段下げるね。今はこのトラップドアがあるおかげで攻撃ができないということ、これをね、証明しました。じゃあ次の段階へ進みましょう。第3段階は、1段下げてみた。ゴー！なんなんだ、あのゾンビは。で、前を2つ下げる。じゃあお前潜っていけるだろ。強えな、一撃が。あ！行ったか！行ったか！行った行った、なんで持ってんの、何その。いった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 、みんなこれさ、成功じゃないか。で、戻しの。よーし！さっき14だったね。修繕が14だったけど、まあ半分ぐらいには減るんじゃないかと思います。両サイドに一応弱化の影響は言ってはいるけれども、
これで回復すれば最高なんじゃない。おお、来た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 、よいしょと。ほらー、その後村人修行システムを組みました。バイエム首相島にコスト1の、修繕くん誕生しました。バイエム